Peggy 16. やっぱアート今回はすごくアートディレクションとしてそちらにすごく重心を置いてチームの方に参加させていただいたんですけど、やっぱり近年俺はゲームだけじゃなくて CG の技術っていうのがすごくその発達してきて、いろんなものがそのよりその生物だったらよりこう生物らしくナチュラルに表現できるようになってきたっていうのが、やっぱりそういう CG の技術自体っていうもの自体がすごくこう、うん、発達してきた中で、もともとそのモンスターハンターのモンスターとか、まあプレイヤーもそうなんですけど、そのそういう生き物としての表現であったり、まあ生き物らしく表現していくだったり、まあそういったものをすごくこだわって、作ってきてたので、まあ今回こういうハードにパワーのあるハードで作れることで、そのいろんな CG の技術を使えるようになったっていうのもあって、より生き物が生き物らしく表現できるっていうのが、今回僕はすごく表面の処理もそうだし動き方もそうだし、あの中での AI での動き方もそうだし、まあ、いろんなものが複合的にすごくあの生き物をより生き物らしく表現できてるかなって思うので、まあ、そこが一番あの僕としては達成感のあるポイントです。モンスターハンターとしてはやっぱりそのモンスターの方向っていうのはやっぱり一番大事にはしてますね。この方向を聞いたらこのモンスターだっていうのを分からせてなんぼというか、分かってもらえるように常に制作してる感じです。レウスはもちろんなんですけど、このやっぱりそのモンスターこれそれぞれの個性っていうのがあるので、そのアンジャナグであったりリオレウスであったり、全てのそのモンスターの方向っていうのは聞いたらこのモンスターだって分かるんじゃないかなと思います。武器のデザインをするときは、まずはモンスターのキャラクター性を、武器の方にどう落とし込むかというところから考え始めます。モンスターのキャラクター性を落とし込んだ後に、実在する武器との整合性を取りながら、まあ、地味すぎずでも程よくリアルにまとめています。そういった中で僕が好きなのは、まあこれもう本当にモンスターハンターが始まって僕がディレクターをやってた時に、いや、まあみんなで調整するんだけど、その時からもう僕はランスを担当してて、もうそこからずっと僕はランスしか触ってないので、メインでは触ってるのはもう基本的にランスで、やっぱりそれだけ思い入れが強い武器なので、いつまでたってもランスだし、アクションをコーディネートしてる、プランナーからもランスなんかないっすかっていうのを僕にすごいリサーチが入ってくるっていう。僕のですね、好きな武器っていうのはモンスターハンターで、僕のたまにインタビューとか見てる方はもうほぼ分かると思うんですけど、僕はもうずっとシリーズ、通してですねハンマー使ってるので、やっぱハンマーも今回使おうと思ってます。ただ、今回ですねヘビーボウガンがですねたまに使う可能性があるっていうのが、今回のちょっとポイントですね。ボウガンとあと今回は弓とか大きくアクションが変わって、過去作だとゆっくり走ってたのがすごい速く走って素早く動けるようになったり、弓の方もかなりアクティブな動きができるようになって大きく操作感が変わったので、ある程度みんなの目の集中も集まると思って、はい、かっこいいモチーフを入れ込んでます。シリーズの歴史が長いモンスターハンターですけど、過去作の雰囲気を踏襲した骨と鉄を組み合わせた、骨と皮とか原始的なパーツを組み合わせたモンスターハンターらしいものから、だんだんシナリオが進むにつれてちょっとずつ新しいものを入れるような感じで、軸足は過去作からあまり外れないように抑えています。今回のこのモンスターハンターワールドでは、そのヒット音、大体そのゲームでよくあるヒット音というのがあると思うんですけど、今回ヒット音に対してその打撃のニュアンスをちょっと多めに
加えている感じになります。っていうのもそのボタンをユーザーさんがこう遊んでる過程で押し込んだりとか、熱くなればなるほどこう強く押し込んだりとかで、実際その人間でそのいろいろ物を叩くとかっていうのは経験があるので、意外に打撃音っていうのがそのモンスタープレイヤーがモンスターを叩いた時、まあ実際は切ってはいるんですけど、切った時にそういう音が入ってくることで、よりその身近な音、その叩いたんだな切ったんだなっていう感覚が伝わるんじゃないかなっていうので、あえて今回はちょっと打撃音の比重を高くして記号性を持たせて、でそれでより気持ちよく遊んでもらえるかなっていうサウンドデザインを目指しております。今回はそのある意味そのサウンド、今後のそのゲームサウンドとしてのスタンダードみたいなのは一つ何かしら作ってみたいかなっていう思いはあります。でその一つの実験としてはやっぱりさっきのヒット音、やっぱりスラッシュのね、ヒット音に関してはやっぱりブシャっていうのウェットな感じっていう表現をしてるやっぱりゲームがたくさんある中で打撃音を入れたりとかで、今回はそのあくまでヘッドホンでプレイしてもらうユーザーさんに対してもその 3D のヘッドホンで上下っていうのを意識できるようなそのプラグイン採用させていただいてて、そのオプションでサウンドのオプションで切り替えて、まあ、確認してもらうことはできるんですけど、それ聞いてもらったらそのより臨場感のある本当にそのモンスターハンターワールドの世界に入ってるようなサウンドデザインっていうのができてるんじゃないかなと思います。やっぱりこのモンスターハンターというのはやっぱりこのモンスターハンターの世界っていうところを一番やっぱり注目していただきたいと思ってます、というのが、このモンスターハンターの世界というのは、ユニークな世界で、架空の、まあ、モンスターたちらが生活する、世界なんですけど、そのモンスター一体一体が本当に、実際に、いてもおかしくないような生態であったりとか、動きですねであったりとかをとか思考を持って、生息しておりますので、そこをまず、一番、まあ、このモンスターハンターにとっては とてもユニークなところですので、そこをまず見ていただきたいと思っています。